はい、駒田です。今回はトロピカルエッグノックというカクテルをご紹介します。このカクテルは今はなきうちの2号店で出してたメニューなんですけども、コンセプトがリーズナブルに楽しめるバーということだったので、簡単にできるオリジナルカクテルという感じで提供しておりました。現在うちのお店では出してないんですが、常連さんに言われた時だけやってます。簡単なのでぜひお試しください。まずはこちらの卵のグラスを用意します。そしてこちらに氷を入れます。そして卵リキュールアドボカートを入れます。これを普通に牛乳とかジンジャーエールで割るだけでも美味しいんですが、そしてマリブ、ココナッツリキュールを入れます。そしてマンゴやマンゴーリキュールを入れます。そしてパッソア、パッションフルーツのリキュールを入れます。そして生クリームを少し入れて牛乳を入れます。そしてこちらをステアします。そしてカクテルピックに刺したパイナップルを飾ります。そしてシナモンパウダーをかけます。そしてミントを飾ってストローを回して入れます。そしてこちらの鳥の巣のようなコースターに乗せて完成です。トロピカルエッグノック完成です。では味見してみたいと思います。うん、美味しいですね。リキュール揃えるだけでできますので簡単なので、ぜひご自宅でお試しください。はい、というわけで最近は毎日投稿に頑張っております。夕方6時に投稿してますのでご覧になってください。もう少しで目標だったチャンネル登録数も1000人いきそうなので、よろしければチャンネル登録、グッドボタンもしていただければ非常に嬉しいです。というわけでまた明日の動画でお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。